日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、西芝西芝は神奈川県横浜市金沢区の町名。現行行政地名は西芝1丁目から西芝指定目。住居表示実施済み区域。郵便番号は236-0017。西芝を走る京急本線西は谷津川を挟んで、農民台東、片吹、北は堀口、北東東は長浜。 南東は芝町、南は金沢町の商明寺市民の森、南西は谷津町に接する。一丁目から四丁目からなり、大部分が一戸建ての分譲住宅で占められている。京急本線の県大駅と金沢文庫駅の間にあり、近くの国道16号経由で、磯子駅追浜方面を結ぶ便や、 金沢文庫駅から西芝4丁多め経由で海の公園方面を結ぶ路線バスが利用できる。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば西芝4から13から6の地点で19万3000円平方メートルとなっている。かつては倉木郡金沢町の一部であったが1936年に 横浜市磯国に編入。金沢芝町の一部となり、1939年7月1日に分離、新設された。のどかな田園地帯であったが、1960年代には、鳥浜町などの埋め立て用の土砂の採取場となり、跡地は、西部グループによる分譲住宅地として開発された。1986年7月21日に、住居表示が施行され、 一丁目から四丁目が設けられた2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。